どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、JQ 施設のゴールドカード、インビテーション解説ということで、動画ね、やっていきたいなと思います。ということで、こちらのクレジットカードですね、昨年だったと思うんですけども、ゴールドカードね、こちら JQ 施設のゴールドカードが発表されたんですよね。で、私の動画でですね、ほとんどね、触れてこなかったっていう風になりまして、まあ、というのもですね、この JQ 施設のゴールドカードっていうのはですね、年会費ね、初年度から1万1000円かかるクレジットカードなんですよね。ですので、もしね、この JQ 施設のゴールドカードね、発行するのであればですね、まあ、個人的にはですね、ポイントサイトの案件があれば、まあ、発行してもいいかなぐらいってね、思っていたわけなんですけども、まあ、結局ね、案件も出ず、そのままね、私の動画ではほとんど取り扱わなかったわけなんですけども、こちらのね JQ 施設のゴールドカードなんですけども、一般カード皆さん持ってますよね。はい、こちらが JQ 施設の一般カードなわけなんですけども、まあ、こちらはですね、私がね動画でよく紹介させていただいている JQ 瑞穂ルートで JR キューポから AQ 不滅ポイントにね交換する際に、このね JQ 施設のカードっていうのは必要なクレジットカードっていう風になるんですよね。ですので、ポイントルートね、ちょっと出しておきますけれども、まあ、こういった感じでですね、このね、JR キューポから AQ 不滅ポイントにね、交換する際に、この JQ セゾンカードっていうのは、必ずね、必要になるんですよね。ですので、この JR キューポからですね、AQ 不滅ポイントに交換する際に、このカードないとね、交換することができなくて、その先のね、この AQ 不滅ポイントから ANA マイルっていうのが、今ね、ここが 70% のね、交換率で交換できますので、まあ、このカードがあればですね。ですので、このルートがね、今一番おすすめっていう風になっているわけなんですけども、ここでね、この J、ここでですね、JQ セゾンカードがね、必要になっていくっていう風になるんですよね。ですので、私の動画ね、見られている方は、まあ、こちらのカードね、結構持ってる方ね、多いかと思うんですけども、まあ、今回ですね、こちらのね、ゴールドカードがですね、インビテーションがね、届くっていった形になるんですよね。で、こちらのね、インビテーションがですね、なんと、ツイッターでね、かなりの方がですね、こちらのクレジットカードを使って、インビテーションをね、もらってるっていう風になりまして、かなりね、ツイッターで報告が上がっております。で、ほとんどの方はですね、まあ、結構使ってる方はね、多いわけなんですけれども、中にはですね、Amazon ギフト券を15円毎月ね、購入しただけでインビテーション来ましたっていう方もいらっしゃいましたので、いや、これはね、まあ、参戦していいんじゃないかななんていうふうに思いまして、まあ、今回ね、動画作らせていただいた次第なんですよね。ですので、もしね、この動画見られている方はですね、ぜひね、この JQ セゾン一般カードですね、毎月15円分ね、Amazon ギフト券購入していただいてですね、インビテーションね、狙っていただければななんていうふうに思います。で、こちらのカードはですね、ゴールドカードっていうふうになりますんで、まあ、持っていてね、損はないのではないのかなと思います。それではですね、カードスペックね、見ていきたいなと思うんですけども、こちら公式サイトですね、JQ セゾンゴールド、JQ カードセゾンゴールドですね、失礼いたしました。ちょっと読み方を間違えておりましたね。はい、剣弁はね、こんな感じになりまして、結構かっこいいですよね。はい、剣弁はかっこいいなと思っておりました。で、こちらはですね、JQ カードセゾンゴールドということで、こちらね、セゾンのね、クレジットカードなんですけども、溜まるポイントはですね、JR キューポっていう風になるんですよね。ですので、AQ不滅ポイントはね、溜まらないクレジットカードっていう風になります。で、国際ブランドは、ビザかアメリカンエクスプレスがね、選択することができて、年会費は初年度から1万1000円がね、かかるクレジットカードっていう風になります。で、こちらはですね、インビテーションをもらうと、無料でね、発行することができて、で、カード不正利用とかですね、国内外の旅行保険もついております。で、この旅行保険についてはですね、残念ながらね、利用付帯っていう風になります。で、ポイントはですね、 JR キューポが貯まるっていう風になりますんで、基本還元率は200円につき1ポイントということで 0.5% 還元っていう風になります。で、ここにね、書いてある通りですね、このカードは AQ 不滅ポイント対象外ということで、貯まるポイントは JR キューポのね、ポイントが貯まるっていった感じになります。またね、タッチ決済、Apple Pay、Google Pay 等々もね、利用することができるっていった感じになります。で、このクレジットカードのね、大きな特徴がね、いくつかありまして、まずね、Amazon 携帯のご利用料金でポイント3倍ということで、まあ、この3倍とか5倍とかね、ちょっとわかりづらいですけども、基本が 0.5% 還元なんで、ポイント3倍で 1.5% 還元ですね。こちらの加盟店が Amazon、あと携帯料金ということで、このね、まあ、携帯料金はですね、まあ、アメックス使ってる方はね、スマートフォンプロ
ロテクションとかでね、寄せてる方いらっしゃるかと思いますので、まあ、そこまでね、利用できる方多くないかもしれないんですけども、このアマゾンでね、ポイント3倍 1.5% 還元はいいですよね。で、これがですね、10万円までっていう風になりますんで、10万円の利用までに関しては、このね、アマゾンの利用がですね、ポイント3倍 1.5% 還元でね、利用することができます。またね、こちらポイント5倍ということで、コンビニやサブスクの利用で、ポイント5倍 2.5% 還元でね、取れるっていう風になります。対象のコンビニはファミリーマート、ローソン、セブンということで、こちらはいいですね。ポイント 2.5% 還元で取れるっていう風になります。で、あとね、Unext とかアメバとかね、あとこちらのね、動画配信系のね、サービスですね。うちもね、息子はディズニープラスとかね、Hulu とか見てますんで、これはね、結構いいですね。まあ、これがね、2.5% 還元で利用することができるっていう風になります。まあ、こちらはね、1.5% 還元で、まあ、ANA マイルの還元率は 1.05% 還元になりますかね。で、こちら 2.5% なんで、1.75% の ANA マイル還元率っていう風になります。で、またですね、こちらはね、非常に大きい特徴で、年間50万以上利用していただくと2500ポイント、100万以上利用していただくと1万ポイントということで、1万円ぴったりね、利用していただくと、プラス 1% 還元っていう風になるんですよね。このカードはね、0.5% が基本還元率っていう風になりますんで、100万円までの利用に関しては、1.5% 還元のね、クレジットカードっていう風になるんですよね。非常にいいですよね。これがね、非常におすすめポイントですね。ですんで、まあ、100万円までのね、利用していただくのはね、結構いいのではないのかなと思います。またね、ゴールドカードということで空港のね、ラウンジが利用することができるっていう風になりまして、またね、海外旅行保険、国内旅行保険も、まあ、利用負担にはなりますけども、1期1000万円のね、負担がついております。まあ、これ以外はですね、正直ね、この JQ カードセゾンゴールドっていうのは、JR 九州のね、クレジットカードっていう風になりますんで、まあこれ以外はですね、JR キューポのね、特典っていう風になりまして、まあこういった感じになるんですよね。関東の方にね、住んでる方は、そこまでね、利用できるね、機会はないと思うんですけども、一応ね、こういった感じになります。まあ気になる方はですね、公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、まあぜひね、チェックしていただければな、なんていう風に思うんですけども、一個ね、おすすめポイントがここにありまして、アメックスコネクトということで、こちらね、アメリカンエクスプレスのね、国際ブランドにしないとね、参加することはできないんですけども、こちらね、アメックスコネクトも対象のカードっていう風になるんですよね。まあ私のね、動画では取り扱うことはね、ほとんどないんですけども、まあコミュニティ欄とかでね、結構取り扱っておりまして、まあこれがね、アメックスコネクトのね、キャンペーンなんですけども、まあこちらね、今やってるのであれば、ちょっとね、ショップモール。こちらは、まあ、結構話題になったんですけども、残念ながらですね、今年から全然対象店がなくて、まあ、使ってる方ほとんどいないんじゃないかっていうぐらいね、盛り上がらなかったキャンペーンなんですけども、まあ、こういったものであったりですね、まあ、一番多いのはね、ここら辺のキャンペーンですね。はい。還元率はですね、そんなに上限がね、高くないんですけども、こちらね、1600円ぐらいまでの利用で、まあ、500円返ってくるよ、みたいなね。あと、出前館とかもね、同じ1660円かな。はい、使うと、まあ、500円返ってきますよ、みたいなね。まあ、こういったね、細かいキャンペーンが、このアメックスコネクトっていうのは非常に多いんですよね。ですので、まあ、利用されている方ね、多いと思うんですけども、こういったのもね、利用することができます。まあそんなところですかね。あとね、まあセゾンのカードということで、まあ優待等々はね、まあ一覧で利用することができるっていう風になりますんで、まあこれはね、気になる方、まあぜひね、チェックしてみていただければなと思います。まあこういった感じでですね、JQカードセゾンゴールドカードね、特典が受けられるっていう風になりまして、基本還元率は 0.5% 還元で、100万円までの利用は、プラス 1% っていう風になりますんで、最大ね、1.5% 還元で、この JQ カードセゾンね、利用することができるっていった形になります。で、気になるね、ANA マイルの還元率なんですけども、1.5% 還元っていう風になりまして、貯まるポイントがね、永久不滅ポイントっていう風になりますんで、まあ先ほどね、JQ みずほルートで交換していただくと ANA マイルの還元率は 1.05% 還元っていう風になります。これがね、100万円までの利用はね、1.05% 還元ということで、年会費無料のクレジットカードで ANA マイルの還元率がね、1.05% 還元っていう風になりますんで、まあ、ここはね、本当にね、悪くないっていう風になりますんで、このね、100万円までのね、利用で、狙うっていう方もですね、結構ね、いいのではないのかなと思います。Twitter でですね、15円ね、毎月、チャージして、インビテーションね、もらった方がね、いらっしゃるということで、まあ、こちらね、Amazon ギフト
ト券を、まあ、毎月15円ね、購入していただく。これね、結構面倒ですよね。毎月やっていくのね。で、Amazon ではですね、毎月ね、オートチャージみたいな感じで、15円ね、チャージする方法があるんですよね。まあ、今回私の動画を見てね、ちょっとやりたいっていう方もね、まあ、いらっしゃるかと思いますんで、この方法もね、紹介して、今回の動画ね、終わりたいなと思います。はい、ということでこちらね、Amazon のページなんですけども、右上にね、アカウントリストっていうのがありますよね。で、ここでアカウントサービスをね、選んでいただきます。そうするとね、この画面になりますんで、Amazon ギフトカードをクリックしていただきます。そうするとですね、ギフトカードの残高とかね、今、私は今0円なんですけども、こちらですね、お客様のオートチャージ設定ということで、今ね、私なんかでオンになってるんですけども、毎月15円ね、チャージすることが設定できるんですよね。で、これね、結構便利で、まあ、特にね、1年間に1回クレジットカードを使うと年会費翌年無料になりますっていうクレジットカードありますよね。今ね、話してる JQ セゾンカードもですね、こちらね、年間一括使えればね、翌年無料になるカードっていう風になりますんで、まあ、これね、結構、忘れがちっていう風になりますんで、ここね、設定していただくのね、まあ、どのカードでもね、いいんですけども、そういったね、条件がついているものはね、結構おすすめっていった感じになります。で、こちらクリックしていただいてですね、こちらのオートチャージ設定ですね、カード、ここでね、変更していただいて、まあ、設定していただければですね、毎月ね、15円、自動的にね、チャージしていただけるっていう風になりますんで、まあ、これでね、設定15円でね、チャージしていただければなと思います。で、チャージがね、設定していただいたらですね、あとはね、インビテーション来るのね、待つだけっていう風になりますんで、インビテーション自体はですね、こちらのね、セゾンポータルっていうね、アプリで、まあ、こういった感じでですね、来るっていう風になりますんで、まあ、こちらね、ぜひチェックしていただいてですね、インビテーション来たらですね、ぜひね、発行していただければな、なんていう風に思います。私もね、この JQ セゾンカードね、設定して、ちょっとね、1年間ね、15円ね、Amazon ギフト券チャージしてみますので、またね、本当にインビテーション来たらね、コミュニティ欄とかでもね発信していきたいななんていう風に思いますので、まあそちらもねぜひ楽しみにしていただいて、まあもしね今やるのがめんどくさいっていう方はですね、その動画まあ結局ね本当に撮れるかどうか、本当に撮れてからねまあやってもねいいのかななんていう風に思いますので、そちらもねぜひチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントねやっておりますんで、ぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。